ちなみに1回目、2回目も参加されたんだ。ちょっと2回目参加時間に対して上司から固まったので、ちょっとですね、これまでの振り返りということで、まず第1回目ですね、こちらの寿司商店街さんの、現在のイメージというものを、皆さんにイメージはいいです意見をさせていただきました。それがパクチュアなんですけれども、その時にですね、地域資源というような、キーワードを使いながら意見を出していただいたというところもありまして、小畑町ですとか寺町ですとか隅田川ですとか、そのような意見が出ました。で、前回の第2回はですね、一般的に、商店街で活性化しているというのは、どんなイメージですかというようなテーマで、意見を出していただきました。で、続いてですね、その意見を踏まえて、こちらの寿司商店街さんが、10年後ですね、どういうような姿になったら活性化してますかというようなテーマで、同じく意見出しをしていただきました。で、その結果がですね、こちらに置いてあります。で、2回目は A チーム、B チームというような形で、分かれて意見出しをしていただきました。例えば、A チームですと、サービスであったり、休憩所とかですね、何らかのイベントであれば、10年後、活性化するのではないかというような形で困っております。で、前回、D チームの方はですね、ちょっと人数少ないなというのがありますので、若干、最終的な意見の整理まではちょっとでききれなかったんですけれども、やはりですね、トイレがあるのはですね、いろいろな意見が出ております。で、今日なんですけれども、第3回目ということで、テキストは、もちろん歌は若干ですかね。はい、でですね、こちらのですね、10年後、こういうことをやったら、あるいは、こういう施設を作ったら、こちらの寿司商店街が活性化するというような意見、お考えをですね、今日皆様のテーブルの机に置いてある地図に打ち込んでいただきたいと思います。で、テキストをお持ちの方はちょっと見ていただきたいんですが、で、最終的にですね、未来希望図というものを作ります。で、それがテキストでいうと、スライドの26番以降ですね、こういうような形でですね、こういうような、10年後の、活性化している姿というのを、地図に落とし込むということで、スライド番号26以降ですね、にあります。こちらのですね、大体1時間ぐらいかけて作りたいと思います。で、その後、地図の、内容を踏まえてですね、こちらの商店街さんの、キャッチコピーというものを考えていきたいと思っております。でですね、この地図の作り方なんですけれども、例えばですね、こちらの A チームの、今回の意見を、ちょっと例に挙げますと、例えば、休憩所というところで、
こういうのがベンチという意見が出ました。で、まあ、それをですね、こちらの地図に、じゃあ、どこに、実際トイレを置いてベンチを置くと、お客様は喜ぶんですけど、で、また、お客さんに便利だというようなところを、考えていただいて、それをですね、地図に書いていくというような作業を行っていきたいと思います。こちらなんですね。前回、逆にこちらのチームはですね、前回の意見もそうなんですけども、こっちもまた改めてですね、この町には、こういう施設があったらいいんじゃないのっていうのを、地図に落とし込んでいただいたり、例えばですね、その他、イベントというような意見も、結構あるんですけども、じゃあ、実際に、どこでイベントをこうやろうかとかですね、そういうのも、地図に確認いただければと思います。